先生、質問があります。皆さんも小学生や中学生の頃にはこんな風に元気に素直に先生にわからないことは何でも質問する生徒さんでしたか？この番組では丹波市にお住まいのいろんな先生にスタジオに来ていただいて、いろんな質問に答えていただきます。どんな答えが飛び出すか楽しみですね。皆さんに代わって質問をするのは、パンダのような体型でリベカという名前の私、パンダリベカです。それでは早速、今日質問に答えていただく先生をご紹介しましょう。はい、今日は第2水曜日です。第2水曜日と言いますと、もう恒例になりました、枠委員の院長枠新蔵先生、そして佐藤皮膚科クリニックの院長佐藤博文先生、お二人にお越しいただいています。こんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんなことを教えていただけるんですか？はい、枠先生、はい、最近風邪流行ってますか？いや、今日もインフルエンザ多かったですね。マジですか？すごい A 型がほとんどですね。 A ですか？はい。 A と B ってあるじゃないですか、はい、あれの違いってあるんですか、症状に？いや、あのね、実は今年は B はほとんどいないんです、うん、ね、それで、まあ関節痛、関節、まあね、発熱、まあ変わんないですね。あ、そうですね。B がちょっとおとなしいっていう感じる時もありますけど、うん、なんかね、体がだるいと、うん、コロナかもって思っちゃうと思うんですけど、はい、インフルとコロナの違いってあるんですか？基本的にですね、あのやっぱりインフルエンザの方が急激に激しい発熱っていうのがありますね。で、うつるスピードが速いです。あの家族内発症が、はい、まあ、昨日旦那がなったらもう今日奥さんになっているとか、息子が昨日かかったら今日もお母さんになっているとか。潜伏期間そんなに短いんですか？もう 2,3 日ですぐに、あ、そうですか。もうなんか寒気したなみたいな感じになると、もうなんか感染してる感じ。本当早いです、今年のインフルエンザのかかり具合見てると。あ、そうなんですか、はい、ね、このもうせっかくだから先生にちょっと聞きたいんですけど、はい、その風邪をひかないなんかこうコツみたいなあります？あ、いい質問ですね。風邪をひかないコツはですね、はい、まあ、一番いいのは、まあ、医療従事者になることですどういうこと？待って、それどういうこと？毎日ウイルスシャワー浴びるんですよ、僕たち。そういうことですか？そういうこと。だからみんな綺麗な環境にいすぎると免疫が落ちちゃうんですよ。でよくね、僕らは風邪をひかなくなったら一人前だって言われるんですよ、医者も看護婦さんも、うん、事務員さんも。すごいな。でそれだけ何回も何回も何回もウイルス感染してると、まあ、自然免疫ができちゃうんですよね。すごいな。で効かなくなったら、お前も一人前だって言われるわけですよ。で、まあ、これが一般の方にコツだって言ったらおかしいんですけど、ただそれちょっと教えてほしい。あれなんですよ、マスクしてるじゃないですか、うん、はい、でマスクのいいとこ悪いとこあるんですけど、まあ、基本的にマスクをする意味は感染している人が他に広げないっていう、そっちの方なんですね。エチケット的ですよね、それ。そうなんです。で、まあ、日本人は対面大事にするんで、エチケット大事ですから、はい、みんながしてたらしたいっていう、全員マスクの時期あったじゃないですか、はい、でそのあれをやったおかげでですね、まあ、いいとこもあったんでしょうけど、はい、みんなの免疫が落ちたんですよ。あ、そうなんですか、うん、それでもうどこにも行くなとか、ね、消毒しすぎちゃって、で今もちろんそのコロナインフルエンザも流行ってますけど、はい、アデノウイルスも流行ってますね。だから目が赤くなって目やにが出たり高熱で、はい、まあ、夜になったら熱が出るとか、うんうん、で見てたらそのインフルエンザもね、はい、時期的に早いでしょ、流行が。今年ね、本当はもっともっと寒くなってからっていうのに、もう暖かい時期、うん、まあ、気候自体今おかしいですけどね、はい、11月で今日なんか半袖の人いましたけど、だからみんなの免疫が結構落ちてるんですね。あ、そうなんですか。で風邪にかからないコツっていうのは、うん、まあ、あんまりね、うん、重装備しないのがいいですね、普段から、うん、もちろんわざわざね、なんか体を冷やしたりとか、うん、そんなことはしてはいけないけど、ね、人混みの中に入っていくっていうのはどうかなとは思いますけども、うんうんうん、まあ、あとは栄養ですね、うん、ビタミン C とか D とか亜鉛、うん、とか A とか、うん、いろんな
ね、まあ、先生佐藤先生栄養学詳しいのであれなんですけど、うん、まあ、その辺がコツといえばコツです、うん、だからあんまりキレイキレイしちゃダメです、ね、そうなんですね、ストレスがあるとアドレナリンが増えるじゃないですか、はい、そのアドレナリンやカテコラリンが増えてると免疫力が落ちるって聞いたことがあるんですけども、うん、そうですね、結局ね体力を消耗したんですよ。アドレナリンっていうのは例えば瞬間的に戦闘モードになって体の身体能力を上げる、うん、はい、自分を守ってくれるはずのホルモンなんですけど、はい、ずっと嫌なことが続いたり、うん、ずっとストレスが続くとアドレナリンもずっと出るんで、そうなると血圧上がる、呼吸数上がる、心拍数上がる、ね、その結果血管が脆くなる、それから血小板の、働きを良くするので、はい、固まりやすくなる、血がね、ドロドロ血液になるんですよ。で血管も弱って血小板も増えてドロドロになって、うん、はい、でまあ、ずっとその戦闘状態の体力奪われるわけですよ、うん、そうすると免疫落ちるんで、ずっとその出てると免疫が落ちちゃうことになりますね。それってね、その最近その聞いた話によるとすごくがんに罹患される方がすごく多くなったっていうふうに聞くんですけども、すごいコロナですごい常に緊張を強いられてた我々としては、やっぱりそういうその自分の体をこう守る防御能みたいなのがこう緊張することによって落ちちゃって、それでがんの方がこう強くなっちゃったんじゃないかなって、うん、まあ、僕素人じゃないけど、まあ、素人っぽく考えちゃったんですけども、うんうん、先生その辺についてはどう考えてられますか。そうですね、まあ、そのストレス、うん、コロナ禍におけるストレスで当然アドレナリン出ます、うん、それからコルチゾールも出ます、うんうん、まあ、これいわゆるストレスホルモンっていうやつなんですけど、で要するに体がずっとストレスの状態に置かれると、うん、悪玉活性酸素が出ます、うんうん、ね、そうすると、まあ、細胞の、ね、ミトコンドリアとかの免疫能力も落ちますし、あの T 細胞たちも落ちて能力落ちていきますから、うん、がんになりやすいっていうのは想像するとその通りだと思いますけどね、うんうん、その時にやっぱり先生がいつも教えてくださってる水素っていうのは役に立つんですか。そうですね、水素はもうすでにがんになってらっしゃる方、うん、ステージ4で余命何ヶ月ですよっていう方も何年も延命してるぐらい悪玉活性酸素を取ってくれるので、普通の人が普段から取るっていうのもこれかなり有効じゃないかなと僕は考えてますね。すごくね、こう悪玉っていうと僕結構ね怒りを伴ってちゃうと、怒ってる状態だとなんかこう活性酸素が出るような気がするんですけども、その怒らないようにするっていうこととかがすごく大事なように思うんですけども、その病気って出ちゃうとこう戦おうとするじゃないですか。その病気と対面した時にどういう心構えをしとけばいいんですか。例えばがんになっちゃったみたいな時に、そうですね、そのね、これも前もご紹介した樺沢紫苑先生がね、そのストレスの3つのホルモンの話の先生ですよね、ね、それまだ途中までしか聞いてないん で, そうです、あれはね永遠のテーマなんで、永遠のテーマは幸せになりたいよ。ちょっと待って、幸せを置いといて樺沢先生の、まあ、別の本 の,著書の話を、そうですじゃあちょっと聞かせていただけますか。はい、病気を治す感情コントロール術っていう、あ、でも結局本があるんですね。結局その脳内ホルモンであるとか、そういうところに行き着くわけですよね。結局樺沢先生がおっしゃってるのは、ずっと一貫して筋が通ってるというか、こうすればこういうホルモンが出ますよ、ああすればこうだよって、じゃあどうしたらいいっていうのをね、ずっと理論立てておっしゃってるんですけど、はい、その幸せホルモンをこうずっと出し続ける環境っていうのは、その今からお話しされる話とはやっぱり関係があるんじゃないですか。そうですね、やっぱり幸せっていうのは先生ね、はい、掴むもんじゃないって言うんですよ。気がつくもんだって言うんですよ。いよいよ青い鳥ですね。青い鳥や今そこにありますよっていう、それで感謝の気持ちを出すと、はい、まあ、セロトニン、オキシトニン、シンっていうその脳内ホルモンが出て、体にもいいし心にもいいしっていう、だからみんな幸せなんですね、どなたも。そうなんです、それに気づくべきなんですね。朝起きたら、
幸せじゃないですか。この前も同じこと言いましたけど、命があって目覚められてありがとうなんですね。そうなんですよ、それは、ね、で感謝の力ですか。やっぱり、ね、そのアドレナリンとかコルチゾーが出るような怒りを持つと治りにくいんですよ、病気って。病気自身もね。例えばあなたがんですよって言われたら、はい、まずえって、うんうん、なわけないやろって、なんで僕が私がガンなんみたいな感じ、否定から入って、でまあ、あんたが間違うとんちゃうか、あお医者さんがね診断した、まあ、いろいろ段階はあるんですけども、はいはい、まあ、いずれ受容して、まあ、受け入れていくんですけど、闘病しちゃいけないっていう、戦ってはいけない。そうなんですよ。戦うとこんなはずじゃないって、治らないかって、こいつやっつけるんやっていう、そこでもアドレナリンが出てるんですね。で、ね、あとコルチゾも出る。そうすると体に悪い影響が出て、はい、治りが悪いと。で、みんなその言うのが、うん、治ったっていうのはどういう状態かっていうと、はい、元通りになることだと、うん、ね、そうですね、うん、まあなかなかね、うん、元通りって治ならないんですよ、うん、まあ6割7割治ったら、うん、治ったって思うぐらいの気持ちを持っとかないと、10が10に戻るわけないんですよね、うん、でその許せない、自分が許せないとか、うん、で医者も許せないとか、うん、治さない医者が悪いとか、うん、そういう医療従事者に怒りをぶつけてくる人っていうのは治りにくいんですよね、うん、じゃあその反対に、うん、治りやすい人ってどんな人なんですか。治りやすい人っていうのは割と感謝の、普段から感謝の気持ちが十分にあって、それでなんていうんですかね、そのいつもオキシトシンとかセロトニンが出やすい環境を自分で作ってらっしゃる方ですね。で人の悪口も言わない、ね、で物事を前向きに捉えてる人とか、そういう人が治りやすいですね。やっぱそれってあれですか、そのお薬の効きも違うんですか。そうなんですよ、ドクターを信用してなかったら、どっかで信頼してなかったら、はい、お薬の効きは4割減るっていうんですよ、ね、前回も教えてくださってましたね、はいはい、だせっかく、うん、まあ、お医者さんってね、その週刊誌とか、うん、まあ、いろんなタイトル見るとね、はい、病院に行くと悪くなるとか、はいはい、医者に殺されるとか言ってる方が少数ですけど、はい、いるんですけど、まあ、そういうのはキャッチなんで、すごい売れるんですよ。あ、それを書くと。そう、そうなんですよ。だからすごい極端なことをタイトルに、まあ、本のタイトルもそうですけど、もうパッとえっていうタイトルをつけるのが、彼らの仕事なんですけども、まあそのやっぱりね、お医者さんを信頼して飲むんだったら飲んだ方が自分のためになるんですよね。でドクターショッピングして病院もコロコロ変えてっていう人はなかなか治りにくいですね。すごい話を聞きましたね。じゃあそのまあ治りやすくなる、まあ、患者学的なことって、まあ、ドクターの枠先生に聞くのはちょっとあれなんですけど、はい、先生が考えられる治りやすい患者像みたいなのは持ってらっしゃいますか。そうですね、全部ね、医者に丸投げにする人もあるんですけども、はい、一緒に治していこうっていう気持ちを持ってもらうと、それは大切なんですね。すごく助かるんですね。よくあるのが、もう私の位置は先生に預けてるからって、なんか潔く言う人あるんですけど、はい、そういう方に限ってがんが進行してたりするんですよ。どういうことかっていうと、まあうちのクリニックとか、まあ佐藤先生のクリニックに来る方っていうのは保険診療なんですよ。症状があってお薬で治してください、あるいはコントロールしてくださいっていう人が多いんですけど、それと別に人間ドック、ね、あとはがん検診っていうのをやって、保険診療とその人間ドックのこの2つの車輪で回らないと、はい、片方だけの車輪で動いてたら、症状がないうちに見つけるため の, その人間ドック検診、がん検診がおろそかになると時間がもったいないんですよ。どういうことかっていうと、2人に1人今がんになるじゃないですか、はい、ね、で自分はならないと思っててもなるんですよ、やっぱ2人に1人、
ね、この今3人いるうちの2人ぐらいになるんですよ。はい、あの、ね、はい、はい、それで、ね、確かに。で半日一日の手間を惜しんで、発見が遅れて見つかった時にもう転移してます、もう残念ですねって、余命何ヶ月ですねっていう人は、あと20年30年生きられたかもしれないのに、ね、その20年30年を捨てちゃうわけですよ、時間もったいないじゃないですか。そしたら半日一日ぐらいの時間はちゃんと使って自分のメンテナンスのために、車だって車検があるわけですから、はい、自分もちゃんと検査受けて、悪いとこ探しておけばいいんですよ、やっぱり人間ドックって大切なんですね。普通 の、あの会社とか町ぐるみ検診ではやっぱり見つけきれないものなんですね。そうなんです、あの、さすがいいことをおっしゃいます、はい、あの会社の検診っていうのは、生活習慣病を見つけるような、それが主なんですね。糖尿病とか高血圧とか、まあ、癌まで踏み込んで、あのちょっと一部前立腺がんとかね、はい、あのそういうオプションであるとこもあるんですけど、大腸がん、まあ、あの大腸カメラとかまではなかなかしなかったり、はい、便潜血反応ってありますよね、はい、あれは陰性でも早期の大腸がんはあるので、会社の検診で検便で大丈夫だったからがんはありませんっていうのは言い切れないんですよ、はい、小さい大腸腺腫っていうがんの赤ちゃんがいますから、はい、それをつまんどけばもう本当時間も短いし、お金もかかんないし、すぐ治るんですよ。でほっとくと大きくなって、ものすごく治療費かかったり時間かかったり、結局命まで失っちゃうんですよ。やっぱり自覚症状ってあんまりないんですね。ないんですよ、全部ね細胞レベルの話でしょ。あ、そうなんですね。細胞までね神経いかないですから、なんか症状出た時は結構大きいってことですよ。もうかなりステージいってらっしゃるわけですね。そうですね、先生、あのさっきねアドレナリンが出たりコルチゾールが出たりって話あったじゃないですか、はいはい、僕アドレナリンはなんとなくイメージあるんですけど、はいはい、コルチゾールってなかなか聞き慣れない言葉なんですけど、これちょっと先生教えてもらっていいですか。コルチゾールね、あのステロイドホルモンなんですけど、ステロイドホルモン、黒人皮質ホルモン、じゃあステロイドを飲んでると病気にかかりやすいとかってよく言われるのは、このことに近いですか。そうですね、糖尿病とかね、なりやすいですね、肥満とか高血圧、あとがんにもなりやすいってね、だからこのコルチゾールっていうのはどういう時に出るかっていうと、ストレス状態の時なんですけど、その戦い続けている時、ずっと何かに戦っている時とかね、不安とか恐怖とか悲しいとかいう時にあの出るっていう言われてですね。でその体の変化はこれが出るとですね、まあ、強い抗炎症作用っていうのはあるのはあるんです、はい、うん、例えば皮膚が真っ赤に腫れてますって、ね、湿疹で痒いですっていう時にステロイドの入ったクリーム塗るとすぐ治るじゃないですか、はい、あれ炎症作用ですよ、抗炎症作用ですね、だけど免疫が下がっちゃうんですね、ステロイドなんで免疫抑制剤なんで、免疫力下がる、ね、それから血圧とか血糖上がっちゃうんですね、それとね大事なのはね、あの脳に海の馬とか言って海馬という記憶の中枢、大事な、まあ、側頭葉もそうなんですけど、そこがね萎縮しちゃうんですよ、で記憶力が低下する、あら、だからずっと、あの怒ってるおじさんいたらね、あんたボケちゃうよみたいな、あの認知症になるよみたいなことをね、近所の人に言ったらね、まあ注意してあげようもないんですが、家族でいいですね。注意したらまた余計怒らはるかもしれない。そうそうそう、何を取るんやって言われますね。だけどまあ、怒るっていうのは、それってあの早くね認知症になる、良いことじゃないんですね、怒ることは、可能性があると、そういうことが言われてますね、だからあんまりコルチゾールを出すような生活とか、考え方っていうのは自分が損します、何かと文句つけて、いつも怒りモードの人っているじゃないですか、いらっしゃいますね、ずっと人の悪口言って、あれはなってないこれはなってないって怒ってる人あるでしょ、出てらっしゃるんですずっとコルチゾールが、だからそれちょっとお気の毒って話でやめようって話ですね、お前は病気になるようやね、こういうねコルチゾールとかアドレナリンに対しても水素って結構効くんですか。そうですね、あの水素の副交感神経を優位にするっていう点では贖うと思うんで、まあ、要するにアドレナリンコルチゾールが出ると交感神経優位になりますよね、でそれを抑えますので、あの非常にリラックスモードになれるっていう点でね、あのいいんですよ。
まあ、全部ねスイスだけっていうわけじゃないと思うんですけど、うん、スイスを取ってると、うん、今まあ、日頃怒ってることの体の中で起こってくるようなスーパーオキサイドとか、まあ、いわゆる活性酸素が消縮させてくれるんだったら飲みたい過ぎたいなと思うんですけど、先生のところに行けない場合にね、何かこう飲んで水素の出るようなものってないですか？まあ、水がまず言われてますけど、水はすぐ抜けちゃうんですよね、水素水でね。一時流行りましたよね。流行りましたね。で、まあその場で水素をその粉のようにしてこう酸性させる水素水もあるらしいんですけど、まあ今手っ取り早いのは、あの大阪大学の小林教授が開発してくれたあの水素サプリがあるんですね。あるんですね。そのカプセルをまあ1日1つ2つ飲む。僕3つ飲んでるんですけどね。私も3つ勧められた。あのちょっとお忙しい方とかがんの方は体重が多いからかなとか思いながら、結構あの疲れてる方は3つがいいかなと思ってるんですけどね。でそれでずっとその24時間大腸から水素ガスをね発生してくれるんで、ただその大腸で水素ガスが発生すると思うと、あのお腹が張るんじゃないかって心配される方いると思うんですけど、水素ガスって言ってもものすごく小さい分子なんで、あの全部突き抜けますから、一番小さな元素ですもんね。そうです。そしたらあのお腹が張ることはまずない、ないんですよね。水平リーベイですよね。僕の船、あ、よく覚えてます。はいはい、はい、それで一番ちっちゃい数値ですもんね。そうですね。それで水素で一番この世の中で一番ちっちゃくて、で実は宇宙では水素が一番多いんですよ。あの真空って言われてる中に、ね、で一番ちっちゃくて一番多い、宇宙で一番多いものをその使うわけですけど、この水素のいいところをいろいろ知っていくと、こいつええやつやなってだんだん思えるんですよ。まだ水素ってないぐらい爆発しそうな気がする。爆発はね、こういう例えば密閉空間で水素が 10% 以上になった時に危険があるって言われてるんですけど、まあ、あの窓とかね、そんな密閉じゃないと思うので、ほとんど問題ないですね。体内に入れても大丈夫。わかりました。まあね、あの僕やっぱりその幸せになる話を聞きたいんですよ。今日あちこち飛びます。5分になりましたけど。あと5分で、はい、あ、もうさすがに5分じゃちょっと無理だと思うので、ちょっと次回またちょっと教えていただけないかなって思うんですけども、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あのそれでね、ちょっとあの最近の話題で、チャット GTP ってあるじゃないですか。 ありますね、でこの前うちのスタッフにチャット GTP 知ってるって言ったら、全然知らなかった。へ、チャッタやったら知ってるとか、ね、チャッタって何？チャンバ弁でシャッタしちゃった、かわいいかわいい、言っちゃった、かわいいかわいい、それちゃうよって話で、でそのチャット GTP の先に AGI っていうのが、まだ、ね、進化型があって、その、まあ、チャット GTP ってあの、まあ、事前学習済みの変換器っていうか、まあ、分かりやすい、分かりにくいんですけど、まあ、対話型というか、まあ、使っていらっしゃる方がいると思うんですけど、もうそれじゃなくて、その AGI っていうのは、あの人間と同じようにいろんな課題を処理することができる人工知能なんですけど、これが10年ほどしたらもう大活躍すると、そうなのですね。チャット GTP も、その AGI も、今我々が使ってる車とか電気と同じぐらい重要なものになるっていう話をね、どんな世界になるんでしょう、されているので、まあ、この辺も駆使しながら幸せになっていくと、そうなんだ、それも使って、はい、すごい話ですね。まあ、ちょっとだけね、はい、じゃあ、あの先生、ちょっと告知を少しだけいいですか？どうぞどうぞ。でザワザワカレッジの話をさせてほしいんですけど、あの僕と漠先生を中心にもう十何年間やってきたザワザワカレッジ でもう次120回ぐらいになるんですけど、す、はい、で来週11月14日の火曜日、7時半から、氷上住民センターでお話を聞かせていただこうかなと思うんです。で今回は大山病院の
中平先生という先生のお話を聞こうかなと思うんですけども、中平先生、ワク先生からちょっとだけあのインフォメーションを。中平先生は消化器外科の先生で、あの大山病院、うん、西脇の大山病院に勤務されている先生で、はい、まあ割と最近勤務になられたんですけど、はい、まあそれでうちに挨拶に来られたんです、事務長さんと、はい、で話してたら、はい、そのすごく気さくな先生で、まあ、膵臓がんの話も、はい、患者さんにしてるという話で、あ、それだと丹波の市民の皆さんにも来ていただけませんかって、うん、会っていきなりお願いしたっていう、で今度来週水曜日、そうですね、来てくださるんですね。そういう経緯がありまして、お願いしたという次第で、やっぱり膵臓がんって非常に皆さんね、気にされてるんですよ、発見も遅れるし、なってしまったらまず助からないっていうみんな思いがあると思うんですけど、特殊手術をできる方も少ないんですよ。あ、そうなんですよ。そうなんですね。非常に奥の方にあるのは難しいんですよね。難しいんだ。で徳島県なんかは、その県民みんなにエコーをやって、で膵臓にこうポコッと袋みたいな膵のう胞っていうのがあれば、それはがんになりやすい人だからっていうんで、重点的にこう調べていって、早めに膵臓がんを見つけて、それで生存率上げてるんですね。でそういうこともいろいろ専門家から教えてもらうとまた違うと思うので、神戸大学で長く手術を担当されてた方なんで、その方が大山病院さんに来てくださってるってことは非常に心強い方なんですよ。丹波市からも行けますよね、すぐです、ね、それはぜひ皆様11月14日水曜日夜19時、火曜日ね、あ、火曜日ごめん失礼しました、火曜日の19時30分氷上住民センターですね。ありがとうございます、はい、なのでぜひぜひ来ていただけたら、また一つね、知識のレベルがアップできるんじゃないかなと思います。そうですよね。そしたらまたみんなで検診受けようって思われますもんね、はい、そうしましょう、そうしましょう、はい、まあ、幸せの話はまた次回に来月になっちゃいました。12月のクリスマスプレゼントということで、幸せ教えてもらいましょうね。でもみんなが持ってるということでしたよね。そうです、気づくんですよね、幸せにはね。いかに気づくか、また教えていただけるじゃないですか、ありがとうございます。今日は和久先生、佐藤先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バンダリベカでした。